ドルマスターのキャラクター、天海遥香さんが、ワルキューレの冒険伝説のワルキューレのコスプレをしたドット絵をお願いします。はい、アイドルマスター、アイマスの、ベテランアイドル、天海遥香氏の、ワルキューレの、絵。こちらをですね、ドット絵で、こう、描いていこうと思うんですよ。ドット絵って、最近全然真面目に描いてないので、手探りです。細かいパーツ、多そうですし、後から修正が効きやすいように、形を作っていきたいですよね。パーツが多いと、どうせ作りながらごちゃつくので、半分だけ描いて、左右反転でパーツを配置していきます。こういったところ、80年代のゲームキャラクターなので、デザインがシンメトリで、描きやすくて楽しいですよね。よし。装飾とか、顔のパーツも足しつつ。なんとなく、目の外側斜め上方面に、眉が配置されているイメージがある。天海さん。こうだっけ？どんなだっけ、天海さん。とりあえず、被り物を。細かい体のバランスは、後から直していきましょう。髪型、微妙にこうじゃなかった気がするなぁ。ん？これが最近の、天海さん。前髪がもうちょっと長くて、目の下側が、グリーンで、後ろ髪が、こう、に、ってしてるのか。に。前髪も直し。かなり天海さんかも。顔の向きが前すぎる気がする。前すぎはロタ。人間っていいなじゃん。